します。こんにちは。今回はね、Vlog ということで、はい、前回は4万人突破記念、そうやね、で遊びに行ったんですけども、もう今回はもう、ま、4万人突破記念、ほら、あれ押さない。俺、まだ6000人ぐらい。6000人ちょっと焦ってるんですけども、はい、今回また Vlog ということで、翔太の、高校野球時代の思い出の球場とかを巡っていこうかなということで。いや、結構楽しみ、淡路島に来ております。はい、見てください、めちゃくちゃ綺麗な。ほんでこれ。恋人の聖地。いやいやいや、俺とお前に来てどないすんねん、ほんまに。来てしまったんですけども、はい、いろんな思い出があると思う。うん、ここには。はい。皆さんご存知の、お金玉です。そうですよね。もうより深く、そうやね。させていただけるということなので、楽しんでいきたいと。はい、じゃあ行きましょう。ブラーッ近い。関しては、うん、俺速攻で言うたで、お前が髪の毛を伸ばそうとしてる段階で、言っとったな、絶対短い方がいい、そうやね、言っとったな、で俺が長いねんからと思って、これでも長い今俺、いや、いいんちゃう、今ちょうどぐらいやな、多分。二つの景色見比べても形を変えてここにあるのは確かな何あれ、誰あれ、ちょ待って待って待って、何、マジでマジマジで、え、ほら五重の父ちゃんこれやんな、ぽいよな、え、でも五重どころじゃなくない、行くわ、はい、皆さん今さっきのあの、なんだっけ、こんな銅像のところ行ってきてんな行ってきたけど、さんざな目にあったんで、ちょっと俺風ぶり返した、ちょっとほんまにやばかった、って5分とか10分でさ終わる話だったのに、なんか30分ぐらい滞在した結局、というマジさんざなったんで、そのちょっと風景サブチャンネル、サブチャンネルちょっとアップするんで、よかったらまた見てください、はい、お願いしますいやマジ寒い、ほんまに、あれよあれ、うずいてきた、え、うずくね、もう一人の子が翔太くんがね、シャンクさんの時でしたやん、今うずくいや、俺からしたらうずいてもらったら困んねん、翔太君はほんまにうずいてもらったらすぐ病院行かなか、さあ到着いたしました、4人の部署ちゃうぽいけどな、ぽいぽいよ、ちょっと寒すぎてブランケット着用です、はい、めっちゃ寒いからバリ寒い、だから海沿いってのもあってください、そうね、はい、1個目の思い出の球場、はい、説明の方お願いします、淡路島の第一球場でございます、兵庫県やったからね、兵庫県、はい、うん、で、うん、ここで、まあ、なぜ思い出かっていうと、はいはい、前回の動画でも出しました、うん、お金玉事件ありましたね、はい、翔太くんの、まあ、要は引退試合の球場、そう引退だ、まあ、言ったらここ事件現場やね事件現場って、あの、はいはいはい、今なんか全身黒いやつおったで、あいつか、今ピッチャーや、あれがあれが触んなやつか、沢真っ黒で走ってねあれで、まあ、お前の思い出である、はい、引退試合で自打球がお金玉に当たった、はい、場所でございます、はい、これはちなみにその最後の試合だけ、春のキャンプとかで、春のキャンプで合宿とかで、合宿でも使ったの、使ったことはある、なるほどね、じゃあ思い出深いっていうことなんで、中の撮影許可はちょっと今から取りに行くんで、そうやね、どうなのか分かんないですけど、じゃあ翔くん行ってきてください、行きます、どうでした、許可いただけ
ました。ました。やろうね。はい、行きましょう。エゴン。この辺も覚えてんの？覚えてるよ。覚えてる。夏の大会でさ、確かな、うん、ここキャプテン、あの試合前に、うん、キャプテン同士が集まってじゃんけんで先攻後攻決める場所に。あ、ここで？ここで。勝ったんそれは。ね。勝ったんちゃうかな。勝ったことにしてるか覚えてないな。うわ、こんな懐かしい、マジで。いやいや。いや、そう、ここ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 。はい、行きます。行きましょう。ここお前おったベンチ？おったベンチ。おー、球場ほんでめっちゃ。で、この球場でね、あの事件が起きたって言うんですけど、あそこのバッターボックス。はいはいはい。で、自分の打った打球が自打球で金玉に当たりの。当たりの。引退試合ね。そこ当たってよ。うん。まあ、なんとか守備に行ったんやけど。守備だと。ライトやね、あの辺ね。ライトで守ってたら、なんか俺のおかしいなと、ちょっと確認せなあかんなと思って、うん、ベンチにバーッと帰ってくる。はいはい。で、どこ座ったの？で、ここ座ったの。ここ座って、うん、当時のお前はどういうポーズやったの？その時は閉じれへんのあったから、もうこんなちょっと閉じれへんってエグいな。だからお前からしたら痛みとかがあるから、もう感覚的に大きさとかわからなかったよ。わからわから、うん、で、おかしいなと思って、うん、確認せなあかん、うん、トイレでちょっと見てこう。なるほど。で、お手洗い行きましょうか。現役時代の感覚で行ってどういう感じで歩いてたのか。それね、もちろんやらすなよ、いちいち。もちろんそうよね。おかしいと、どれか確認せなあかんと。はいはいはい。こここうやって行くのよ。ドキドキよ、うん、マジで結果発表みたいな。ここ、はい、ここでじゃあ失礼いたします。はい、失礼します。ここね、ここよ。はい。で、ここに8位の、うん、おかしいと思ってパッと開けて見たら、なんじゃこれ。これね、手榴弾が手榴弾やと思って。やばいやばいやばいと思って、またベンチの中で、うん、やばいどうしようってなったけど、結局試合で続けて。なるほど、はい、いや思い出のうちでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにやねんけど、うん、これで今試合出たって言ったやんか、うん、試合終わった後もちょっとアフターケアで思い出のうち一つあるから。なるほど、行きましょう。行きましょう。ん、これこれや。ちょっと待ってよ。これこれこれ何？これは、うん、試合終わったらここの門売ってる、うん、売ってるよ。ここの門から出てくる門。お前はそれを門と呼ぶ？じゃあゲート、扉です。普通に扉から、うん、出てくるのよ、うん、出てきてトレーナーの方も行ってくれた。はいはいはい。試合終わったと、はい、大丈夫か、ちょっと寝転んでと。お前寝転んで。あ、そうなん、うん、ええの。いや、もうそれはみんな見えへん。周りで囲ってな。うん、それはもう大丈夫かみたいな。手榴弾あるやんけど。そうよ。な、そこは何、お前のオペルームやった。オペルームよ、ここ。ほんまにいっぱい横になんかオリンピックのやつみたいなのあるし。もう多分お前以降やそれ置かれた。そのなんかオリンピックの撮影会みたいなやつさ、多分お前のその事件以来置かれたやろな。聖なる地ということで。聖の地。いや、いいですね。いや、そうやろ。で、ここで、もうちょっと病院行ってこい。じゃ行ってきますってことを聞いてたの。なるほど。いや、今でこそ笑い話ですが。あの時はちょっとやばかったね。これね、ちょっとだけ思い出があってさ、はい、さっきあの夏の大会とは別に春の合宿でも使ってて、はいはいはい、あ、その話も聞きたい。ともあって、試合とか組まれて、うん、負けたりとかしたら、うん、この球場周り、抜走。そういうことね。もうずーっと。よし。結構あるで。行くか、あんなら。やるか、お前。こ、そういうやつちゃうねん。もう嫌や、ほんまにあかんって、もう。翔太。よし。じゃあもう今日、翔、今日、ランシュやし、スパッツやし、めっちゃ動けるわけ。ちゃんと、ランシュやし、スパッツやし、パーカーやし。全力や。にしても走りやすい格好やな。まさか走るとはな。行ってくるわ、はい、結構なペースで走ってたよ。行って、ういー、ナイスイン。あ、ここここも思い出よ。ここで試合前アップして、前の試合の人たちを見ながらやるっていう感じ。こっからの景色結構いいな。遅ない。思い出の血が結構あったから。あ、そうなん。ちょっとだけルームツアーしとった。いやいやいや、面白かった。面白かったな。よかったな。飯食おう。はい。
ちょっとちょっと回しない。あの今食材の、ね、懐かしいあれとかこれが一番好きやってんとか言ってたけど回ってなかったね。もうあれ2回目はできへん。できる。あんな誰でも2回目できる。あんなもうできへん。そのリアクションはもうぎこちなくなんねん。ちょっと待って、これ美味しかった、翔太が好きなのはウインナーと、うん、これなんか肉とか巻くやつやな。ちなみにこうメニューねこんな感じで、はい、はい、いただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。このピーマンと肉のやつめっちゃうまい。今でこそこんなパンパンパクパク食えるけどさ、なんか今これ全国大会。いや、あの実況の張り切りぶりは多分全国よ。全国大会やの。いや、海外でもあるんちゃうかな。うんうん、多分ワールドよ。このレベルよ。お母さん、普通にお弁当一緒やるよなんて。あ、オッケー。今からほんなスーパー行ってくるわ。へ、どうだ、プライベートの方は。何お前言ってるね。あれや、 Vlog 恒例やん。食事中は YouTuber での話しましょう。プライベート何を滞在充実してる。充実はしてんの。何楽しい。やっぱりお前何生徒指導の先生。将来何何いい先生や。 YouTuber やめとけよ。YouTuber やめとけよ。ええ先生よ。お前はいやいや楽しいですよ。そうやな。おかげさまで。ほんまにいろいろやっぱ挑戦できるっていいよね。いやほんまにそう、ワクワクしな。ほんまになんかこうそれこそこのお弁当じゃないですけど親にも感謝ですし、いろんな大人がさ、うん、最近俺のためにさ動いてくれてるやん、うん、分かる、うん、分かる。それに対してこっちのプレッシャーもあんねんけどな。いや恩返しじゃん。ほんで、うん、期待に応えなあかんってのもあるし、正直実力で言ったらさ俺ら風強いな今言い話してるのに。危ないよ。ゲータも俺も危ない危ない。実力で言うと俺らってまだまだやん。 YouTuber としてもそうやし、エンターテイナーとしてもまだまだやけど、やれることやっていきたいなみたいな思いますよね。顔がお前ちゃうのよ、ちゃうのよ。両足でうんこ踏んでるから顔なの。同時にあの両足で同時にうんこ踏んでるからそんな顔出ていい。やめて。片足やとどんなの。そう、両足やと。そう、両足の時の顔なの。なかなかないで。こうこうでどっちもうんこあったみたいな。ないな。やったやつ誰やねん、ほんまに。何でもね、定時の時うんこはない。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。次、寒い本で。もう、19じゃね。あるよ。思い出の球場。そこ行きたいと思います。行きましょう。はい。あ、もう腹ごしらえも終わったからな。寒いわ。腹ごしらえも終わったから寒い。え、そういう方程式なかった？ないない。腹ごしらえがお腹がいっぱいになったら寒くなるっていう。動物ってそうできてるね。いや、なんかそんな方程式誰か考えなかったっけ？確かにヒューストンみたいな。ヒューストン。ニュートンとかなんかヒューマンとかいろいろな。おるやろ。でもな。飯食ったから眠なってきたら。冷めてくるっていう。この方程式は合ってる。合ってるよ。合ってるのか。合ってんねんけど、まあは合ってない。ほんで俺方程式はまんない。あれですから崖よ崖。やばいよ。ガチの崖ちゃう。これがバックスクリーン。これがバックスクリーンなのよ。そっち確かあのね真ん中のところらへんにね確か俺の名前も刻まれた気がする。なんでお前おかげ？おかげ。顔もあれやろ。おかげですか？刻まれた。その先目的地に到着しました。着いたよ。お疲れ様でした。はいってな感じで。はい。到着いたしました。疲れたし。あ、ここが高砂野球場。はい、何ですか？ここはね、あの、いろんな動画でも結構言ってきたんやけど、うん、俺、兵庫選抜に選ばれとって、またその話か。別に自慢ばらなんでよ、その、兵庫選抜の海外
行くやん、タイヤに行くねんけど、うんうん、その前にみんなで集まって試合をやってましたね。なるほどね、思い出深いということで、そうよ、だって松本選手だったも、海野選手も岸田選手もプロで活躍してるいっぱいおって、でその時の対戦相手がしかも報徳学園っていうの、おーおーおーおお、兵庫兵庫、その時は一応ヒットを打って、ああ海外では打ちないから、ね、打ってないから、その動画も見てください、はい、っていう感じで思い出深いのと、もう一つ言うなら、高校の2年生かな、うん、俺らの新チームだった、うん、時の秋の県大会初試合が確かここやった。あ、そうなんです、ここやった。ただそんな思い出深い、プロの選手との思い出とかもあるこの球場は撮影演じて、そうやねんって、聞きにとやっぱ許可は出ないっていうことは、まあそれしょうがないですね、それ引き当たりばったりでちょっと Vlog 撮りたいなって思いましたね、うんうんうん、また次ね野球観戦の Vlog だったりね、いろんなこういう感じの動画もどんどんやっていきたいなっていうふうに思ってますので、じゃあこんなところで終わっとこうと思います、はい、チェックして次の動画お待ちください。 Twitter、 Instagram をフォローしてね。それではありがとうございました。